来たよ。エギングをしていて、まっすぐに投げたつもりが潮の流れが速すぎて真横からエギが上がってくる、そういった経験ってありますね。ではその潮の流れが真横に走っていて少しやりづらいときどうすべきか、その部分を説明いたします。今極端にこう流れている場所を選んでいるので、ここまできつい流れじゃなくてもいいんですけど、分かりやすいようにちょっとあの川のような流れの場所に立ってます。でどうしてもあの今左から右に流れているんですけれども、普通に投げてしまったらもううわーっと一瞬で流れてしまう、そういったポイントを攻略する際はこの潮の流れを逆に利用してください。潮が流れる上流方面にエギを投げて、エギを少し沈ませます。3秒から4秒ぐらい沈ませますね。そこから射区了解します。でまたしゃくり上げた分3秒から4秒待ちます。であまり強いしゃくりをするとすぐに水面を割って出てしまうので、エギが少し弱めのしゃくりを 1,2 回入れて3秒から4秒待つ。今真ん中ぐらいまで流されましたね。でラインが右の方へ払っていって、もうこれ以上流せないな、糸が張ったなと思ったら回収してください。で今上から 3,4 秒のところで沈めてやってたんですけども、当たりがなかったんで次はもう少し下の方を探ります。次は6秒から8秒待ってもう少し下の方を探ります。同じく 1,2 回しゃくったらエギを3秒から4秒同じレンジまで沈めてあげます。で流しながらだとイカがこうエギを触った感覚とか当たりがわからないんじゃないかって思われるかもしれないんですけど、3秒から4秒待ってその間にイカが抱いた時に次のしゃくりが合わせになります。なので無理やり当たりを取ってかけるのではなくて、流れてってイカがエギを捕まえました、次の弱で合わせになって乗ると張り上がりするわけですね。でどうしても流れが速くてやりにくいというときは、水面の模様が変わっている場所があります。いわゆる潮がこう巻いてよどむようなあの流れが不規則になっているところなんですけれども、そういったところでは割とエギを沈めやすいです。なので水面を少しチェックして、そういった模様の変わっている潮がよれているような場所があれば、そこにエギを入れていきます。でこれでラインをすぐ水面につけてしまうと、手前のその水の流れでラインごとぐわーっと持っていかれてしまうんですね。なのでラインをこの必要以上に流されないように着水したらロッドを少し高く上げてベールを返して糸を徐々に徐々にこう送っていきます。わーっと出してしまうともう一気にあの流されてしまいますし、寝掛かるリスクもあるんで、エギングって投げて引いてくる釣りなんですけど、こういった流れがあるのであれば流れを利用して足元から奥に送り出して、普段あのキャストでは全く届かないような距離まで流すことができるので、まだ誰も探ってないエリアをこう流れに乗せてエギを流すことで探ることができます。今あの流れの筋がその真ん中に本流が入ってるんですね。でそこだと結構強く流れるんで、まずはそのサイドのよれの部分にエギを沈めてます。で多少流されつつも沈んでいくんで、この潮のよれの中で当たりがなければ今度本流の中に入れて遠くまでエギを送り出して、今エギの大きさを大きくして、であえてもう本流に乗せてます。でエギのサイズを大きくすればその潮を受ける面積、体積が増えるので遠くまでエギを送ることができるんですね。でしゃくり上げるエギをこう左右に飛ばすというよりは、エギを上方向に縦に上げて
で止めてロッドを送ってあげる。そうするとエギ側の水平に移動するか、あのゆっくり沈むか、その時にやっぱりイカが抱いてくるので、でその何秒かを自分で作ってあげて、当たりがなければまた糸を出す。ほら来たよ。流してテンションをかけてゆっくり落としているときに、こう少し引っ張るような感覚があったんですね。水の流れかなと思ったんですけど、あまりにもちょっとあの触った時にグイッと引っ張るような当たりあったんで、で潮の流れがあるからイカのサイズがそれほど大きくなくてもすごい抵抗を受けて竿が曲がるんですね。でラインに相当負荷もかかるので、ドラグはあのギチギチに締めるのではなくて、ある程度糸が出る状態でやり取りをした方が、この中で急激にグッと向こうが引いた時にやっぱりライン切れてしまう時もあるので、でロッドポジションは結構高めにして早めに浮かしてあげるといいですね。いつまでも流れの芯の中にイカがいるとずっとあの抵抗するので、別のイカでしたコウイカですね。コウイカはこういった流れのところの芯というよりは、割とあの一番流れの強い流芯から少し外れたところにいます。それほどあの速い流れの中を泳ぐの得意な生き物ではないので、割と潮のよれとかそういったところにやっぱりコウイカがたまります。でもちろんアオリイカもそういうところにたまるんですけど、はい、今回は防波堤、磯、また横からの流れのある状況での釣りを説明させていただきました。どういう場所にイカがついているのか、どういう場所を狙えばいいかというところに、またあの皆さんのお役立てになればいいかなと思ってます。これ今回のレクチャーを基本にして、またぜひ秋、春と続くエギングシーズン楽しんでみてください。